毎週水曜のこの時間は、ショーンテイ・ショーノさんによります、TJS 朝一番風水寄せのお時間でございます。今日もどんなお話が聞けるんでしょうかお楽しみに。おはようございます。風水師のショーンテイ・ショーノでございます。私、ガーデナはアーテージアスクエア、ガッテンズシアテリアキラスカルズのモールで、ドラゴンゴットという海運屋を営んでおるんですが、皆さん、 旧暦で1月のことを「むつき」と呼ぶのをご存知でしょうか?「仲かむつまじい」と書いて「むつき」老若男女の分け隔てなく親族一同みんなが集まって「仲かむつまじく過ごす月」これを「むつき」というんですね。私も小さい頃御徒町のおばあちゃんちに集まってワイワイやってたのを思い出しますよ。ねえああ ねえ、うるせえな。さっきからなんだよ。あんたに一つお願いがあるんだけど。なにさっきのツイスターゲームでさ、足くじいちゃったのよ。でね、内緒よ。転んだときに、パンティー破けちゃったの。だからなんだよ。履き替えりゃいいじゃねえか。替えなんて持ってきてないわよ。 足が痛いし申し訳ないんだけどそこのデパートでパンティーとブラジャー買ってきてくれない嫌だよおりゃ女の下着買いに行くのなんて嫌だよごめんなさいでもこの通りお願い今日は無月で男女の隔てなしなんだから大丈夫よ弱ったなーって結局デパート来ちゃったよ恥ずかしいからもう逆に堂々とやってやろうよしついでにねぎってやろうか そのパンティーとブラジャーちょうだい。ありがとうございます。パンティーが5000円で、ブラジャーが5000円ですので、合わせて1万円になります。そりゃ高いな。もう少し負けてよ。お客様、ここはデパートですので、負けることができないんですが。そう言わずにさ。わかりました。じゃあこういたしましょう。このパンティーを4000円。このブラジャーを 六千円にいたします。わかった。それなら買うわ。そばにいた店員は、あなた商売上手ね結局同じ値段じゃない。どうしてああいうこと言ったの男の人が来た時は、必ずパンティー下げてブラジャーあげるの。なるほど仲むつまじいカップルを目指す方には、ベニズイショのおしどり人形。 お問い合わせは、アンテイジアスクエアのドラゴンゴッドまで、電話番号三一ゼロ七八七一八九一、サイレーナ・パナ一泊位でございます。ザ・ショーン・テ・ショーノさんでした。ドラゴンゴッド。お問い合わせは三一零七八七一八九一まで。